皆さんこんにちは、ジェシーウールビレの志保です。私はフリーランスで美容師をしてるんですけども、私自身がすごい毎月毎月イメチェン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 をしないと気が済まない人間なので、基本的に私のお客様もその時その時のなんかブリーチ特にこだわってるとか、なんかカットこだわってるとかっていうよりかは、その人がその月にどうしてもやりたい髪型を再現することにとにかくこだわって美容師をやっています。でフリーランスで美容師もやりつつ、いろんなこともやってるんですけど、基本的に投稿とかインスタの発信とかもすごい心がけていて、最近 iPad を手に入れたんですけど、じゃじゃん、これ私が描いたイラストで大好きなスタバの絵なんですけど、こうやって何かアプリとかを勉強しながらいろんな絵を描く練習、この練習をしつつ、いろんな投稿に生かしつつ、とにかくなんかインスタの投稿とかも他の美容師さんとはなんか被らないようなとか、私にしかできない発信はどんな発信なんだろうっていうのを考えながら常に発信を心がけています。ちなみに待ち受けは大好きなディズニーですラプンツェルが一番好きです、ディズニーで。で今日持ってきたカバンなんですけど、これ私基本的に持ってるカバンがですね、だいたいこれぐらいのサイズ以下のカバンしか持っていなくて、なんか大きいカバンを持つととにかく肩が凝っちゃうっていうので、基本的にこの中もリップとエアポッツとリップエアポッツで、あと私財布もこれちょっと友達に結構ドン引かれるんですけど、これ見てください、私の財布です。これヘアクリップなんですけど、なんかちょうどいいんじゃないかと思って挟んだら結構コンパクトすぎて、これもスタバのカードなんですけど、毎日スタバ飲んでるのでこれで基本生活をしています。なんで私これ落としたら結構人生終わりですって感じで、いつもちっちゃいカバンで動いています。私のお店のサロンは基本的に顧客様限定サロンっていう感じで、あんまり新規のお客様をどん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 っていう感じのサロンではないんですけど、なんかもう直接お客様と関わる空間だけじゃなくて、私はどちらかというとインスタを通じて直接会えない方とか、全国の女の子に向けて、とにかく自分のやっぱ髪の毛がちょっと違うだけでも自信につながるし、明日もうちょっと頑張ろうとかっていう、なんか自分の中での頑張るって思えるきっかけになるかなって思って、いろんな豆知識とかをとにかくもうここ3年ぐらいずっと発信続けてるので、なんかちょっと髪の悩みがあるなとか、アレンジしてみたいなとか、前髪うまくいかないなとか、一つでも髪の悩みがある方はぜひ私のインスタを見ていただけると、何かしら一個は役立つ情報が載っていると思うので、ぜひもう自分の使えることを私のインスタ上からかっぱらっていっていただけたらと思います。これからもいろんな発信はずっと常に続けていくし、とにかく全国の女の子の味方としての活動みたいなのを今年はたくさんやっていけたらと思っているので、なんかどこかでつながれたら嬉しいです。ありがとうございます。